松井大輔、松井大輔、松井大輔、1981年5月11日帯は、京都府京都市山科区出身のプロサッカー選手。登録ポジションは、MF、SH、OH、元日本代表。妻は、タレントの加藤朗さん。2011年6月22日に結婚。松井は再婚、加藤は初婚。寺西幼稚園卒園。 大谷小学校進学。同級生の兄がサッカーをやっていたこともあり、小学3年生より、大家サッカースポーツ少年団に18期生、大谷小学校の生徒のみのチームで入団。同チーム内には、同級生の山崎正人も在籍し、他にも後に J リーグや実業団で活躍した同級生も多く在籍していた。特に、松井と山崎は、 多くの大会で優秀選手賞を受賞した。チームとして、小学校時代に約400試合をこなし戦績が392勝8敗、ほどという驚異的な強さのチームであったが、小学校5年生の時、京都アシックス杯において、鈴木啓太擁する静岡県の清水 FC に0の7で負け。当時から府内でも有名な選手であり、京都府選抜、関西選抜など、 数多く選抜チームに選ばれていた。大谷中学校に入学し1年間を過ごすも、2年の進級と同時に、アンアパートに移り住み、関西選抜などで監督を務めていた、マキトマン、スケオットがいる藤森中学校に転校。この当時から幅広くサッカー留学などを経験、短期留学先のパリ・サンジェルマン FC からテスト生としての誘いを受け、 フランスサッカーへの挑戦を望むモジップに悟され、高校進学に進路変更。高校は地元の京都を離れ、鹿児島実業高校に進学し、プレーとテクニックのレベルを上げていった。3年政治の全国高校選手権では2回戦で、大久保義と要する国見高校を、準々決勝では田中達也要する帝京高校を破り、準優勝を経験。 同校の2年先輩に、遠藤を保つ人し、同級生に、ナス大脇、1年後輩には、上本大会や後に、京都で共にプレーする、田原豊がいる。2000年、複数の J クラブから打診があったが、憧れの三浦和義が当時在籍していた、京都パープルサンガに加入し、プロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせる。プロ1年目から、リーグ戦で22試合出場し、 プロ初ゴールを挙げるなどの活躍を見せたものの、チームは年間順位で16チーム中15位と低迷し、J2 へ降格してしまう。2001年、背番号を前年の26から10へと変更。リーグ戦37試合出場7得点という結果を残し、チームの J1 復帰に貢献する。2002年、黒部光明、僕知世らと共に、クラブ初タイトルとなる。 同年度の天皇俳優賞に貢献する。2003年は3トップの一角であった、牧地勢の遺跡や黒部の小勝利脱もありチームは低迷、再び J に降格を経験した。2004年9月1日に、京都からフランス2部、リーグでのルマン UC に2005年6月までの契約でレンタル遺跡。松井の加入後、ルマンは二部の中位から一気に一部昇格権の位にまで、 浮上し、その中心となって活躍した松井は、ルソレーユ DU メンズ、ルマンの太陽と呼ばれた。レンタル期間終了後、2005年7月に、ルマンに完全一席。一部リーグリーグアンでのデビュー戦となった2005から06、シーズン初戦のタイリオン戦で先制ゴールを、アシスト、第12節のタイ RC、ストラスブール戦では、鮮やかなミドルシュートを決めて初ゴールを記録。 サイドアタッカーとして、ルマンの攻撃陣を牽引し続ける。2006年1月には、トロワ AC 戦での2ゴールなどが認められた形で、日本人初、ルマン UC のチーム史上初である、月間 MVP を受賞する。このシーズンには、リーグのアシストランキングで3位の8アシストを記録するなど、チームの残留に大きく貢献する。2006から07シーズンは、 初戦のニース戦でアシストを記録したものの、サッカー選手の職業病とも言える腰痛に苦しめられ、2007年1月にはトロワ戦で2得点を記録したものの、シーズン後半は6試合連続で欠場した。しかし腰の状態が上向き、よりゴールの位置に近いセカンドトップ気味のポジションに、敗されてからは、最後の4試合では2ゴール1アシストを記録した。 怪我などにも苦しんだリーグワン2年目のシーズンではあったが今までで一番プレーについて考え自分のプレーについて研究したシーズンだったと本人は振り返った2007から08シーズンでは第2節で早々に初アシストを記録し第5節のタイエースモナコ戦では月間ベストゴールに選ばれるゴールを決めるなど好調を維持しなおこのゴールは フランスの全国プロサッカー選手連合とカナルが共同で選定するリーグアンでのシーズンベスト5ゴールに選ばれたその後もチームのチャンスメーカーとして攻撃陣を牽引しリーグカップの準々決勝ではリオンを撃破するゴールを決めアフリカネーションズカップで主力がのきなみ不在の中でも存在感を発揮大きな怪我もなく安定して出場を続け リーグ戦34試合に出場しごゴールを記録した。2007から08シーズン終了後にルマントの契約を更新せず、リーグで重度の優勝を誇る AS サンティティエンヌへの移籍を決め、2008から09シーズンによりクラブとの3年契約を交わした。シーズン序盤は十分に起用されなかったものの、シーズン途中に監督が交代すると徐々に出場機会を増やしていった。 2009年6月に翌年南アフリカで開催されるワールドカップ出場を目指すため出場機会を求めてグルノーブルフット38に移籍した背番号は移籍前と同じ22を与えられたしかしクラブは序盤から敗戦を重ね最終的にはリーグ再開で2部への降格が決定したグルノーブルの2部降格決定後は一部リーグでの プレーを目指して移籍先を模索。欧州の相当数のクラブが獲得に興味を持ったと報じられる中、松井自身はフランス一部への移籍にプライオリティを置いていた。また、ポルトガルスーペールリーガの競合スポルティング CP と移籍寸前まで交渉が進んだが破断。移籍期間終了間際になって、ロシアプレミアリーグの FC トムトムスクに2010年までの 期限付きで加入することが発表された。ロシア移籍後、欠場も多く目立った活躍もないままレンタル機会を終え、J リーグの複数のクラブから獲得オファーを受けるも、海外でのプレーを希望する本人の希望もあり、グルノーブルへ復帰した。しかし、チームは2部リーグでも再開となり、3部リーグへ降格。二0 1から十一シーズン終了後、グルノーブルが経営難により、 プロ選手との契約ができない4ブリーグへの2段階、降格が決まったことで、フリートランスファーでの移籍が可能となった。2011年7月27日、この年、クラブ初のリーグ1昇格を果たした、ディジョンフコへ完全移籍し2年契約を結んだ。しかし、ディジョンでは、左足首の怪我と監督との確執もあり、ほとんど出場機会に恵まれず、 リーグ戦の出場はわずか3試合に止まりチームも2部に降格した。2012年9月11日、ブルガリアプロサッカーリーグの PFC スラビアソフィアへの移籍が決定した。しかし、怪我の多さが響きリーグ戦の出場は11試合、フル出場は4試合のみに止まった。2013年6月16日、国立競技場で開催された。 東日本大震災復興支援 2013J リーグスペーシャルマッチにゲストプレイヤーとして出場し、同点ゴールを決めた。2013年7月3日、ポーランド一部のレヒアグラニスクへ移籍。7月22日、開幕戦のポドベスキジェ戦でスタメン出場し2ゴールを決めた。レヒアでは、監督や選手から信頼され、若手にアドバイスしたり、 自分の意見も通せたりと、松井曰く、王様になりながらやれたという。しかし、岩田からオファーを受けて、もう一度日本でプレーをしたいという気持ちとジュビロ・岩田が、必要としてくれているということに帰国を決めた。2014年からジュビロ・岩田へ移籍。10年ぶりの J リーグとなる。開幕から、ゲームキャプテンを担当していたが、ペリクレス・シャムスカが解任後に新監督となった。 七海博士の指名で、前田良一がゲームキャプテンを担当することになっている。それについて、七海は長年クラブに在籍する前田にチームを引っ張っていって欲しいということと、松井大輔がもともと巻いていましたが、キャプテンを交代して、コロコロ変えるのは、ミッドもいなというのもあったので、キャプテンマークは90分間出るであろう。人間が巻くべきだと思うので、前田にしました。 それは大輔も了承済みです。と話している。2014年シーズンはレギュラーとして活躍するもチームはプレーオフで敗れて J1 昇格を逃した。2015年シーズンはスタメンとしての出場は少なかったがサブとしてチームを支え監督の七ナ海ナからも強いチームには大輔みたいな裏キャプテンがいると信頼を寄せている。 2015年は26試合3得点を記録し、岩田の J1 復帰に貢献した。2016年シーズンは、レギュラーの座をつかめず、リーグ戦16試合無得点でシーズンを終えた。2017年シーズンは、昨シーズン同様にレギュラーをつかめず苦しいシーズンとなったが、横浜 FM から岩田に加入した中村俊介から、あいつが、 岩田での居場所を作ってくれたとチームを裏で支え、監督の七海や岩田側から岩田で引退を提案されるなどクラブからの信頼も厚かったが、安定があると外に出たくなるというか、厳しい環境に身を置きたいという理由で海外移籍を決意。2017年8月2日、ポーランド2部の移籍することを発表。36歳にしての海外移籍について、 この年齢での海外移籍は無謀と言われるかもしれませんが、挑戦すること、挫折することは自分の財産になると思っています。自分の道は誰も歩めない。全身あるのみ、とコメントしている。8月12日に行われた第三節の戦で移籍後初出場を果たした。2018年1月22日、横浜 FC への完全移籍が発表された。 2003年6月22日のコロンビア戦で日本代表デビューを果たす。2004年のアテネオリンピックでは U-23 日本代表の背番号10を背負った。2005年11月16日のアンゴラ戦で代表 A マッチ初得点を記録しチームの勝利に貢献した。選出を有力視されていた2006年ドイツ W 杯メンバーに落選。 2010年6月に南アフリカ W 杯日本代表メンバーに選出され全4試合にスタメン出場。グループリーグ第一戦カメルーン戦においては決勝ゴールとなる本田圭介のゴールを右サイドからのクロスでシストするなど攻守に活躍し日本代表の決勝トーナメント進出に貢献。決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦でも バー直撃のミドルシュートを放つなど活躍し、PK 戦で失敗した、コマの友和を泣きながらに慰めるなど、あらゆる面で主力選手としての役割を果たした。後に公表された、FIFA の技術研究グループが作成した W 杯、南アフリカ大会の報告書では、本田圭佑とと共に、ドリブル技術が高いと評価された。 9 5 7百7 2 1 4 2 3 1 3 1 2 5十8 2 0 9 0 1 3十6 1 8コールスパンイコール2、コールスパンイコール22020148、1 7 9 2 6 1二6 3 20414100、042470、コールスパンイコール2、コールスパンイコール27011、零コールスパンイコール2零零十一零一六四 コールスパンイコール22018430コールスパンイコール2コールスパンイコール230446502943550559その他の公式戦通算コールスパンイコール2 u e f a 2千三3 1 0通算,通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。